はい、皆さんこんにちは、ミッドネズネットヒロです。今回もご視聴ありがとうございます。ということで今回はですね、このお腹の脂肪ね、めちゃめちゃ頑張ってトレーニングしているのに全然取れないんですよって方に、これね、ほんまに伝えたいことがあるので、今日はそれを動画にまとめます。で、なんで僕が今ここを台所で撮っているかというと、このお腹の脂肪は実は台所で撮ることができるんですよ。で、実はそのお腹の脂肪というのは、なんかお腹だけの脂肪っていうイメージも多いと思うんですけど、実は体の脂肪と一緒なんですね。二の腕の脂肪や顔の脂肪、あとはお尻や太ももの脂肪と同じように、お腹の脂肪というのは全部の脂肪と同じです。だからお腹だけの脂肪を落とすということはないんですけど、実際に全体の脂肪を減らしていくことによって、お腹の脂肪も減ってくれるんですね。で、なんで僕がこの台所で撮影しているかというと、実は体作りにおいて運動と食事とサプリメント、だいたいこれぐらいの影響力と言われているんですよ。あ、だから体作りにおいて実はこの食事っていうのがめちゃくちゃ大切で、この腹筋とかお腹の脂肪を落とすのはこの台所でできると言われてます。お腹の脂肪をこれでっていうのは冗談で、脂肪を包丁で削ぎ落とすなんてことはしません。大切なことっていうのは食事管理なんですよ。ただね、わかります、人生一度きりやから別に好きなもん食っていきたいっていう気持ち、マジでわかります。やっぱね、美味しいもの食べると幸せな気持ちになるじゃないですか。ただこの動画を見てくださってるっていうことはですね、おそらくどこか片隅に、頭の片隅にですね、少しは体を変えていきたいと思われている方もいると思うんですよ。で、そういった方はですね、ほんまに数ヶ月間この食事管理をして体が変わった時、自分の体が変わった時にめちゃくちゃ幸せな気持ちになれるんですよ。うわーって自分という主人公がどんどん磨かれて美しくなっていく時に、うわー、もう最高やっていう気持ちになれるんですよ。だからもしですね、ちょっとでも体を変えたいなと思われている方は、この食事っていうところを一緒に頑張っていきましょう。で、この体っていうのは1日2日じゃどうしても変わらないんですよ。ただ数ヶ月間かけてあげれば、もう確実に体っていうのは買ってくれて、そしてこの頑張ってきた時間っていうのはほんまに一生ものの宝になります。頑張ってきた時間が自分自身のこの自信につながったりするんで、なので今回はですね、この体を変える、お腹を変えるためには食事っていうものがめちゃくちゃ大切っていうところのお話をしていきたいんですけど、安心してください。体作りの食事って聞くと、なんかボディービルダーみたいにささみ、ブロッコリー、それをなんか繰り返すっていうイメージもあるかもしれないんですけど、ただこの食事管理というのはだいたい6割から7割でもしっかりと体っていうのは痩せてくれます。で、この6割から7割がどういうものなのかというと、例えば朝と昼を食事管理で頑張ってもらって、そして夜を好きなものを腹8分目食べます。そしてお菓子とかお酒に関してはちょっと少なめ、なしではなくちょっと少なめ、これでだいたい6割から7割の食事管理になるんですけど、それでもしっかりと効果は出てくれるんですよ。で、僕の体感で言うとこんな感じです。食事管理 100% するとめちゃくちゃ減り、この脂肪の減りとかは早いんですけど、7割でこんな感じ、5割でこれぐらい、そして3割とか4割になってくると太ったり痩せたりを繰り返すんで、この辺りはちょっとね、体を変えるにはどうなろうっていう割合になってきます。なのでまず最初は5割以上を目標にするっていうのもいいと思います。というのも、体作りっていうのはほんまに継続がめちゃくちゃ大切なんですよ。だからまず最初に継続できるやり方をするっていうのがおすすめです。どうしても食事管理がほんまにめちゃめちゃ苦手で、めちゃめちゃ嫌ですっていう方は3割、これでね、どれぐらい成果が出るかって言うと、もしかしたらかなり緩やかかもしれないんですけど、続けるという能力も身につけていくことができるので、まずは朝ごはんだけ頑張ってみる、そして1ヶ月ぐらいして慣れてきてたら噛みすぎやな慣れてきたら朝と昼を頑張る、
そして夜はまあ好きなものを腹8分目にしてお菓子少なめっていう風にすると、まあ1ヶ月2ヶ月3ヶ月とどんどんと体の変化だけでなく食事管理をする能力もついてくるので、なのでそういったやり方で自分自身がまずは続けれるやり方っていうのを見つけていきましょう。でね、食べたいものを好きなだけ食べたいという気持ちはマジでめちゃくちゃわかるんですけど、例えば朝と昼食事管理を頑張っていただいて、そして夜好きなものを食べると今まで食べてた好きなものの美味しさレベルっていうのが上がるんですよ。で、例えばいつも通り好きなものを食べたら、あーうまいなっていう感じなんですけど、朝と昼をしっかりと食事管理していると我慢してるんで、その夜ご飯の好きなものがうまい、めちゃくちゃうまいっていうレベルまで持っていけるんですね。これはなんか例えて言うと、立ち仕事してる方であったら帰って椅子に座るだけでもめちゃくちゃ幸せじゃないですか。僕も立ち仕事ずっとしてたんですけど、やっぱね足とかパンパンなるんですよ。力仕事してた時もあったんですけど、やっぱねもうくたくたなるんですけど、そんな時にちょっと家帰ってソファに座るだけでも極楽、うわー幸せやってなれるじゃないですか。あとは何やろう、お酒とか飲む人やったら仕事終わりのビール一杯とか、だから食事管理6割から7割にすると、まあ、そういったちょっとご褒美感覚で楽しめるっていうのもあるの で最初に言った通り、この継続がめちゃくちゃ大事になるんですけど、その継続もしやすくなる方法になるので、ぜひですねそのあたりは自分に合ったやり方、 100% でやるのか 6,7 割でやるのか5割でやるのか、まあ、3割から始めてみるのか、このあたりは自分自身でいろいろ試してみてください。でフィットネスメトロはこれからもですね、痩せる筋肉飯であるとか痩せる方法とかも動画をどんどん投稿していこうと思います。でそれまでにね早く知りたいんですよっていう方は、4年前ぐらいにブログを実は僕栄養学書いてるんですよ。それはちょっとね小難しい内容にはなるんですけど、ほんまにめちゃめちゃ詳しく書いてます。読むのに多分20分ぐらいかかるかもしれないんですけど、そういったのをですね参考にしていただいたら嬉しいかなと思いますので、これからもですねフィットネス情報をどんどん発信していこうと思いますので、もしチャンネル登録がまだの方がよかったらチャンネル登録お願いいたします。そして地球ならどこでもできる筋トレ動画も配信してますので、もしよかったらそちらで運動も楽しんでみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。